ぽいちゃんです。たーちゃんです。キャンドリーです。よろしくお願いします。久しぶり、お久しぶりですね、はい、ですね、今年2020年令和2年始まって1月の半ばから末にかけて、はい、あのプレゼント企画やったんですよ。実はあの記憶にある方も、そうやってたみたいな、そんなん知らんけどみたいな人もいるかもしれないんですけど、実はやってました、はい、でそのことの経緯っていうのが、我々今最新の、マーチ、最新の T シャツ、あのグッズが般若心経 T シャツっていうね、般若のニャが猫のニャ、猫ちゃんをモチーフにした T シャツを推しで売ってるんですね。それがですね、いろんなカラーバリエーションがあるんですけども、レインボーカラーをですね、業者さんと相談してオーダーしたわけですね。届いたの俺気に入っちゃった。はい、もう最高じゃんこれと思って、これはね売らない、これはもう売らない、たっちゃんもう売らないって思いまして、もう皆さんにプレゼントしたいなって。あとはあのキャントリーですね、ライブ来てくれた人とか物販買ってくれた人とか、通販オーダーしてくれた人、全部スタンプカードポイント制にしてるんですね。でそのポイントカード貯まった人にはあげますという、で非売品レアな T シャツなんですね。それくらい気に入ったレインボー T シャツ、1月の半ばくらいから1月の末まで、リツイート何リツイートいったと思います、ぼっちゃん。100。なんかもうあのほぼ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 当たりやん。いや結構少なめに言ったんですけど、ね、マジかごめん、はい、まだね力及ばず約100、ごめん、約100っていうのもね及んでないんだ、実は94。94リツイート、キャントにしては検討した方ではないでしょうか。そうそうそう、はい、もっとね少ないと思ってた俺、うん、本当、うん、ありがたいです、リツイートしてくれた人ありがとうございます。で一応応募条件として僕らのアカウントをフォローしてくれてます、うん、あとその該当するツイートをリツイート、うん、あ、まあ、よくあるやつですね、うん、でですね、それをねやっぱねこう満たしてない方とかちょっと残念な惜しいって方いるんですよ、うん、あのリツイートしてくれてるけど我々をフォローしてくれてないとか、一個一個見たんすか。あのねいやうん見たちょっとねストーカー体質なんです、うん、そうそうそう、なるほど、まあ、でもね、ぶっちゃけ今回は僕らまだまだね新参者の小アッパなので、そのちょっとね惜しいな、条件満たさないなっていう方も含めて全員名前を紙に書いて、これ100均でねこういう抽選券ってね売ってて、抽選ボックス買ってきました、あのこれも100均で売ってます。これで94名分ね、こう書いたんですよ、これ見える、まあ、落ちてる、ね、あ落ちた落ちた、まあ書いたのは、はい、実はミルポちゃんなんですけど、まあまあ半々ぐらい、ね、半々50-50くらいで書いたかな、うん、で本当はですね、こういった抽選って結構あるじゃないですかキャンペーン、うん、あるよね、だってほらリツイートしてくれたら100万円とかさ、うん、あったよね、記憶に新しい、はい、ゾゾ、うん、前前前あれその社長、お年玉、そう、ね、あれもさ、ね、やっぱこうフォローしてリツイートした方みたいな、うん、はいはい、ね、そんな落とし穴があったんですよ実は。これね悩んでる方もいるかもしれない、実は私から言っていいですか。あ、どうぞどうぞ。リツイート50件30から50くらいまでしか遡れないんですよね。なるほど、だから50人しか出てこないってこと。そうそう、だから例えばそれが100人リツイートされようが200人リツイートされようが、うん、遡れないんですよ、ある一定の数まで。でも分かんないよね、そのさバーって見ててさ、うん、あれ94ってあったけどこんだけかいなって思って、あ、そうそう、一瞬そう思ったね。だから俺そのあ、これは94人目なんだ、それね、その辺はね50人目だったんだよ、うん、俺の場合は、俺の環境の場合はあれ明らかに少ねえな、なんでそれが分かったかっていうと、うん、この100均で買った抽選券が100枚だったのね、100枚で94人リツイートしてくれたってことは6枚しか余らないわけじゃないですか、うん、でも50枚くらい余ってたの、半分くらい、確かに多かった。そこでね分かったんですよ。でいろいろググってたら同じように悩んでる人がたくさんいて、企画者サイトのねもう Google で検索ワードで検索バーで、Twitter リツイート全員表示とかって、うん、だから同じように調べてる人がいるってことだよね、うん、いろんなね方法があるんですけど、うん、
やっぱね、古い記事だったりするとそのツールが使えなかったり、めっちゃ時間かかりましたよね、うん、あのリツイート全部出すに当たっていろいろググってググって、もう、もう無言ですよ、無言で。じゃあミルコちゃん、それ教えてあげて。はい、その名もアタレラ、アタレラひらがなでね、アタレラ、アタレラです、うん、こういうキャンペーンとかをしてる人に特化した抽選ツールですね、うん、で全部出てきたよね。そう、この記事を見て私があんなに躍起になって前澤さんのツイートをリツイートしたのに、もしかしたら見れてないかもしれないじゃないか、のび太くんっていう気持ちになりました。そうなんですよ、なんか僕らもね、いろんなツールをね検索していく中で嫌なね情報をね仕入れちゃったんだよね、うん、だからね、そんなさね、こう欲しいがためにフォローしてリツイートもしたのに何も気づいてくれないかもしれないじゃないか、のび太くんっていうそう、なんで2回やったん、なんで2回やったん。いや、それぐらい、うん、そう、手間なわけよ、リツイートしてくれてるのだからよ、だからよ、あのね、あんまり良くない企画者とか、うん、そうそうそう、あ、適当な企画者だと遡れる50件内でもういいわいいよみたいなで抽選しちゃう人がいるってことらしいんですよ。そう、だからさ、ほら、そうだから、ね、抽選締め切り間際にそのリツイートとか条件を満たしたら、うん、当選確率が何倍にも膨れ上がるっていう統計もあるとかないとか、それでもさ、不公平じゃないですか。僕らはもうだって僕らがね頑張ってデザインして頑張って制作した T シャツをで とっても気に入ったからあげたいわけで、ね、例えばさ、僕らのこういうキャンペーンやりますって言って一番最初にリツイートしてくれた人とか本当に愛したいじゃん、うん、まあ、でもみんな公平だよ、だから全てフェアに挑戦抽選したいからこうやってね調べました。だからアタレラ、もしね、抽選側に立つ人、企画者側に立つ人はぜひ使ってみてください、うん、まあ前置きが長くなりましたけども、はい、うん、ではじゃあ抽選やっていきましょうかね。そうですね、これね、ほんとね、94枚分の名前を書いてあると、まだ箱に入れてないんです、はい、今から入れましょう、はい、これをさあ、これさあ、これはい、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 混ぜました。はい、はい、じゃあね、当初の予定では1名だったんですよ。はい、1名ってなんだよみたいな。そんなね、狭き門に誰がリツイートするんだと。そうそうそう、私が怒りました。はい、で、したらじゃあ分かった、5人にしますわ。はい、で、5名の方を今から選びたいと思います。イエーイ。よっしゃ、じゃあキャスミンさん。俺からでいいの？いいですよ、どうぞどうぞ。マジ？マジ誰？あ、まだ見せないでよ。あ、オッケーオッケー。5人全部あ、やってから、やってからでしょ。あ、いいね、いいね、はい、はい、選んだ？うん、はい、じゃあ持っててね、うん、じゃあ私コードで選びます。見てー、いきますね、うん、待ってね、待ってね、見てるよ、倒れてるから名前見えへんけど、見てる、見てる、見てる、重なりをね、そうそう、重なりをほぐしてるね。選びました。おい、おいた。はい、2枚。あ、でもやっぱミルコちゃんが選ぶことに意義があるから、俺は2、3にしようか。2、3にしようか。あ、3だ、今から。1、2じゃん、今。だから5人おるやん。ああ、2名、3名ってことや。はい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 。じゃあ、持ってて、持ってて。おー、激しい。激しいよ。ちょっと持ってる私、うん、あ、3枚ぐらい持ってる、うん、やばい、まあ、でも1枚ね、一気にやってみる、はい、で、今1、2、あと1枚、はい、今1枚、はい、あと1枚、じゃんじゃがなんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃらじゃんじゃじゃん、よし、あ、むちゃ、これは違う人、はい、よいしょ、OK、はい、選びました、OK、ありがとうございます。では発表していきたいと思います。やー、めっちゃテンション高いやん。よっしゃー、行きまし
ませんOK じゃあ一人目ハイアル一人目ドルルルルルまずキャサリンが一人目に引いたのはミア星さんミアさん男の子女の子ミアさんこのあのあれもなんだっけツイートのあれも読んでもいいんじゃないですか ID がね ID がミア6ミア69さんイエーイミアさんおめでとうございますじゃあ2人目いきましょうか私でいいんですかはいどうぞあれキャサリンマップキャサリン大野さん大野さん大野さんってあの大野さん大野さんであの大野さんですよね大野さん大野さんおめでとうございます大野さんはお会いしたことある方っていうかはい、知ってますよねはい、ちゃんとフライヤーを作ってくれたりデザインしていただいている方で す, です、ね、ありがとうございますおめでとうございますありましたねイエーイすごいはい、2人目ですねはい、はい、じゃあ私枠行きましょうかねはいこれ置いとこうねニャン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 いきますはいじゃあ1枚目いや 3人目はトラトラトラあトラくんってさ名古屋のギタリストの子じゃないかないやそうなのわからないトラですトラ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 本気よ長い4人目いきましょう、はい、怖いの怖いのおデレンビッチさんビッチさんイエーイありがとうございます私こう見たことありますわいや嬉しいですねありがとうございますやっぱね日頃からさこうリツイートとかいいねとかしてくれてるすごいしてくれるんですよ私もそういうのも私もストーカーキスなんて結構見るんですけどもはいあのそういう人に当たるべくして当たったの、ね、当たりましたベッチさんおめでとうございますイエーイはいはいこちらね、うん、では最後5人目当選した方発表したいと思いますタクさんタクさんタクさんですID がタクさん62ミュージックおめでとうございますさあ5人全部揃いましたはいじゃあ見せてください5人目、タクさんと、ベッチさん大野さんミヤさんえなんだっけあとトラさんトラトラさんトラくんさあこの5人が当たりました、この5名の方は DM が、行きますのでぜひね送り先の住所と、うん、送っていただけたらこちらから発送していきたいと思いますのでよろしくお願いしますお願いしますそしてねぜひ派手なやつを夏に向けて、着ていってもらって、キャントエの T シャツだよって宣伝してもらえたらこちらも本物でございますわね、うん、はいよろしくお願いしますということでこの5名の方、は